かぼしです、はい、必要です勝ちだぜよっしゃよろしくですはいしゃさあご覧ください今回はモーメン火の蓋南越谷駅前店ということでございますね何やら映ってますけども、うん、まずは、こちらのステータスをご覧くださいましということでね、南越谷駅 JR 南越谷駅と東武スカイツリーライン新越谷駅こうクロスしてるんで浅草の駅は、はい、から徒歩2分でございますね、2018年の夏に3店舗目の火の蓋としてオープンしまして、うん現在は立川店もあってでさらに秋葉原にも新店舗ができるという噂が実はあるんですね結構増えてきてるんですよ火の蓋今ほうほう、というわけで、こちらのまず食券見てくださいね食券ということで、南越谷店でもちろんあの二郎×蒙古タンメンのこのフュージョン健在なんですけどもはいもまあグイーッとねこれ見ていただいてこれ伝説のアップルチーズえ豚キャンディー豚キャンディーキャンディー豚キャンディーなんですよ今回は豚キャンディーをちょっと選択してみましたねえねサクドンということでこちらですあー乗ってるなんだメイン自体は混ぜそばのフュージョンにしまして、全部マシマシまあ野菜はマシマシできないんだけど混ぜそばにして豚キャンディー乗せておりますで、混ぜそばにすると揚げ玉とか鰹節海苔なんかがトッピングされて豊富ですねーという一品ですねというわけでもう待ちきれずにそのまずは豚キャンディー いきなりねあのペロペロキャンディーの海苔なんですねいやまあそうそうそうなんです巻いちゃってるよっていう巻いちゃってるよっていうね、渦巻きすごいよねこれねあちょっと今ちょっと待ってあの味噌汁の下だし嫌だないやいや気にそこだな美味しそうでちょっとペロってなっちゃいましたけどいや中年の下だしは見てらんないんだよないやいやペコちゃんみたいにねなりましたけどこれ美味しいんですよとにかくパリパリで中ジューシーであそうねでさらに豚の方もですね、ええ、豚キャンディーに負けないホロホロ豚ということでだからね、うん、今回も豚キャンディーに軍配上がってますんでおー、何の？あの、勝利の軍配上がってますね、もう豚キャンディーに美味しかったです、非常にねで、油の欠片のサイズなんかもでかくてかけられないんすか？あー、かけられですね、欠片とか書いてかけられですね赤い気づくの早かったね、もうね非常に赤いところで入っていますけどもその真ん中からほぐした野菜をまずは食っていきますがこの揚げ玉ですね、かなりの辛さなんですよ、かなりの辛さが豚、野菜揚げ玉と一緒に食べますともう文字通りの火の豚になりますんでこれね、ここで例の高本の技が光る麻婆あんを野菜に絡めていきましょうね、これがねまた辛いと汗がダクダク豆腐なんかも入ってますんでねこれね、真冬ですけども腕まくりなんかしちゃってますけど私、さらに麺をねこうやって引き出していきますが先日藤丸を 見させていただきましたけどおいおいこれねバカ太平打ち麺ということで、もう太さ単体としては藤丸超えてるかもしれないもう、はあ、太さで言ったら太さで言ったらもうそんぐらい太いんですよ火の蓋これ結構アピールしていきたいポイントだから太さそう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 で、まあ、辛みの中にもね旨味を感じる麻婆が、この平打ち麺を絡んでも、あの粘り気があるんでねあの辛さが逃げないようなあの仕様になっているということなんですよ、さらにね、ニンニクなんですけども、ここね、辛さにこう、ちょっとこう、見るとこ取られちゃいがちですけども、レンゲに乗せる段階で一苦労するぐらいの、ニンニク量です、うわすごっすごいね、さ、すごいな今見ても。いや、それこそチャーハンをこう、一杯いや、チャーハンよ、ね。チャーハンっすね、もうね。あんかけチャーハンよ。あんかけ、まさにあんかけをしてますけども、今。いやこれねすごかったですよもう粘度の高いカランニンニクをこう、さっき言いましたけど包み込むんでゴリラうまいっすもん、うわあさらにこうね、豚キャンディーなんかも食って、途中でつけていきますけども、まあゴリラうまいは無視しましょう一回無視しますか、この辺りでね混ぜそば本来のうまさを見つめるべくしっかりと全体を混ぜていくんですね、冷静に見つめることもできるんですね私はねどういうことなんでしょうか。いや定かではない。定かではないですが、ここで豚キャンディー完食非常に美味しかったです。いやうまそう。人によっては2杯入れるらしいですか。2枚豚キャンディー。2つ入れるらしいです。これは2本が正しいんじゃないですか。あ2本ですかね。2枚ではなく。まあそこにね胡椒と卓上返しなんかも入れていきまして、辛めコールはないんですよ。なので辛めにしたいときはこの卓上返しで調節してください。はい。ただね、まあ、この麻婆庵、旨辛さ、濃さ、十分なんで、別に返し使用しなくてもいいかな、フュージョン以外の
普通のあの二郎系のメニュー選んだ時に返し選んだらいいかなって感じですね。でね、ちょっとこのまた南越谷水を飲んでいきますけども、はい、給水器がですね、うん、入り口の右奥にあるんで、もし配置が左奥の、あの席に入っちゃったら非常に取りにくいんで、最初に取っていた方がいいな。うん、ああ、もう座る前にね。そう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 、うん、そうなんです。ということで、なこと言ってる間に給水器情報か。給水器情報ですか、確かにね。ああ、ということで、軒並み90を超えて96でーす。うわーい、最高最高最高というわけでね、はい、いやー、いっちゃいましたね。いや、すごいね。いや、腰ぐらいなら、まあ、行ける距離ですから。いやいやいや、行ってくださいよ。辛いの好きなんでね。あれでね、そうなんですか。はい、いや、あの、いいですよ、非常に。行きたいです、行きたいです。まあ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 、あのフュージョンですけど、立川とかにもありますんでね。うん、あとまあ人形町か、人形町とかね。うん、ああ、じゃあ次、今度辛いの行くとき、ぜひ誘ってください。ああ、もう行きますって、そりゃ。人形町行こうかな、じゃあ。まあまだそうだ。てか、秋葉にできるか、秋葉に。秋葉に。すいません。なんでそれは残念か。行けよ。秋葉にできるんだから。ね、ゴリラうまいって何すか。今今今ね。いや、まあパワフルな今さ。鬼うまいかんのに鬼のが強いけどな。あ、鬼うまおー、まあいっか。うん、豚のところでゴリラの話をするんだよね。という一杯で。カバの方が強いらしい。カバはもういい、伝わらねえよ、カバうまいって。ということでございました。ヒロブタ南越谷店、ごちそうさま、ありがとうございました。はい、ほい。Thank you.